Thank you.
はい、じゃあ、スーパーストリートファイターズ X の、大会の組み合わせ抽選、ただいまよりやっていきたいと思います。では組み合わせ抽選の方ですね、やっていきたいと思います。では呼ばれた方からこちらまでお願いいたします。参加費はお一人様200円になりますんで、呼ばれたら、用意したカップの中に200円入れて、であとくじ引きですね、あの1枚引いていただきますようお願いいたします。はい、じゃあ1番手領事さんから。2番ユッキーさん。6番さあばらけますね。はい、ベンダさん。さあどっち行くんだろうな、予選からユッキーさんとかな、それとも親方と弟子の対決が、親方と弟子の対決が確定ですね。はい、ガム。4、まあ変わんないっす、変わんないっす。はい、ミノムくん。はい、そっち200円です。参加費200円です。1、はい、遅れてくるバゴンピースっていう人がいるんで、この人が5番設定ですね。はい、2試合選手制でやっていきます。2試合選手制で、3人リーグ戦で2試合選手制です。2回勝った先に勝った方が勝ちで、1勝1敗で勝ち合った場合は得失点差で数えさせていただきますので、ご了解のほどお願いいたします。そして今日はキャラ変なしでね、固定でやりましょう。大きい大会前ということなので今日は、キャラ変なしで。はい、じゃあ今日6人これで決定となります。じゃあちょっとだけお待ちください。
はい、じゃあすいませんね、時間ちょっと押しましたけどやっていきましょうか。はい、ではただいまより2019年4月27日土曜日仙台プレーランド FR、4月のスーパーストリートファイター 2X 月例大会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ本日は、参加人数6名で、3×3 に分けての、まず予選リーグからやっていきたいと思います。3人総当たり2試合選手制で、勝ち抜けは1位と2位のみとなります。で、複数試合でやりますんで、2勝1敗で勝った2勝あ0敗で勝ったで得失点差を申し訳ありませんがつけさせていただきます。最終的に2勝0敗で 勝ってで、まあ、あと1勝2敗で負けたらワンチャン、まあ、ちょっと過小敗勝ち合った時にちょっと有利になりますというところでそんな感じでやってきますんで、まあ、とりあえず2回勝ってください。で、まあ、1試合落としたらあとはもうみたいな感じでなるべくね、皆さんに求められるのは2先ストレート2試合先にもう一歩も取られず負けないでそのままストレートで勝っちゃうと、まあ、それが一番理想のパターンでということで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。はい、じゃあこっち側のブロックですね、ミノム君、領事、ベンダ、以上継承略で、こちらが A ブロックで、ガム、バゴンピース、ユッキー、この、ブロックが B ブロックとさせていただきます。はい、じゃあ、組み合わせ自体は2試合先制となりますんで、じゃあまず最初からやっていきましょう。では最初の試合が、ミノム君対領事でお願いいたします。大会使用筐体は真ん中です。はい、ではお願いいたします。はい、では 1P ミノム君、 2P 領事。はい、2試合選手制です。とりあえず2回勝ってそれを2回繰り返しましょう。2人に2回勝てばいいです。はい、では始まります。4月同月例大会、まず先方は、最初の試合ですね、1P ミノム君キャミ、 2P が領事 S ホンダ戻しキャラです。さあ最初の組み合わせ、まずは領事本田が一本選手。さあそして5月5日6日どちらか、確か5日だったと思うんですけど、東京 のデイトナ式さんで、かける5というファイブオンファイブの大会ですね、確かあるんで、まあ、皆さんそちらに向けてかなり調整し してきた、もしくは今日で最終調整済ませるみたいな感じでかなり、ね、仕上がった人多いんで今日はすごい大会になりそうです。おお、バルドクが来る、明日遠征で。さあまず先に1本取った。いろいろ確認してたらちょっと今、終わってしまいました。まずは領事本田が1本選手。さあ開幕借りて飛びに引っかかる。さあフーリガン通す、でかいですね、これでかいです。さあ自動2択ちょっとしかし組み込み甘かったか。キャミ大手で投げるとジャンプした時引っかかるんで。さあ投げに行ったが、ここは反応がいい、大豆突きで返してまず1本取ったのは 2P 両ジェソンダ。さあ店員ちょっと今日咳が出るんでちょっとね、まあ、マイク途中で途切れるかもしれませんがご了解のほどお願いいたします。さすがにちょっと年を取ってきて唐突な咳が出るようになってきました。若干風のせいもありますので。さあめくり通して、さあ大 P からワンチャンピオルかなと思いましたがギリギリ踏ん張って、うーっと体力逆転からの頭突き。さあ頭突き、まだ2回ほど、1回余裕ある。削りにこうやって戻し、あーっと最後はオキコパン。さあ仕上がりは抜群といったところか、勝ったのは 2P 領事エソンダ 2-0 で勝利です。ミノム君はすごいブロックいっちゃいましたね。は
はい、じゃあミノムさん、ベンダさんと連戦です。ミノムくん、ベンダさんでお願いいたします。ちょっと、筐体リセットするんでね、そこだけお待ちください。はい、じゃあじゃんけんからお願いいたします。さあまずは涼次さんが、予選抜けリーチですね。でベンダさん勝っちゃうとミノム君がここで予選落ち確定になりますんで、ミノム君は死に物狂いで頑張りましょう。まだあります、まだあります。さあどっちもピンク、クマドリもピンク。クマドリピンクの相撲取りってどうなんすかね。ベンダさんからクマドリがピンクです。まあ淡いんであまり分かんないですよ。さあベンダーホンダは、X ホンダ、涼次さんと違うところここですね。 S ホンダに対しベンダーさんが X ホンダ、 X ホンダは大いちょうという駒投げを持っている。さあこれで割とおすすめループができちゃうので場所によりますけれども、さあこういうところで大頭突きが刺さる。コパン空振ってたのに、コパン空振り連射で頭突きを止めつつみたいな感じで立ち回り結構求められるところ多いんですが、戻り際と出際の間に重なっちゃうとどうしよう負けてしまうことがある。結構運が悪い的な感じですけれども、ほんと誤差の範囲内ですからね。それも大体潰れますけども、さあ頭突きがちょうど踏み込んだ瞬間ですね今のは。さあきつい、なんとか頑張れるか。ここから頭突き、さあキャノンスパイク当てて若干、しかしここはしゃがみ中継かくらず、あれそして投げに行ってもよかったかなって思いたいんですけど、結構投げに行け、いやあの対して大いちょう入れ込んでる場合もあるので、確定以外の時は極力投げたくない。さあそして最後は100列張りて最終段当たって、まずはベンダホンダがリーチ。これミノム君つらいですね。頑張ってほしい。なんてとこ行っちゃったんでしょう、いくらくじ引きとはいえど。さあ X は組み合わせによって結構えぐいのあるんで、さあここはちょっとどうしようもないんで頑張っていただきたいところ。そのための複数試合、ただ場合によっては複数じゃない方が実は楽っていう説も、1取れればなんとかみたいな。あまりにも組み合わせのあれが絶望的な時は1先の方が楽に感じる場合も、あ減りますね。さあ女の子に尻からプレスしていく相撲取りがおるスパイラル。さあこれはいい感じ。さあ投げは100列発生が早い、ジャンプだけうまい、水ジャンがうまくかうまい外で当たって、さあ頭突きも上から踏んで体力リード、空投げかっこいい。あれ技何でしたっけ、技目空投げの割とかっこいいですよね。あれ確かかっこいい技目だった気がする。さあなんかミノム君が言ってるんですけどちょっと聞こえない。申し訳ない、頑張れ、集中してください。あーっとからのキャノンスパイク確定、まだある若干、あーっとあるぞ、諦めてはいけない。ただキャミーゲージが欲しい、でも空振る技がない。あー待ってた。ありがとうございました。勝ったのは、ベンダーホンダ。仕方ない、これは仕方がない。ちなみに空投げの名前なエアフランケンシュタイナー、フランケンシュタイナーでエアつけただけですよ。さすがミノムクさん、ミノムくんですわ。はい、じゃあ次の試合涼次さんとベンダーさんです。じゃんけんだけしてお待ちください。さあ親方と弟子的な
いつではなんかやり取りで領事さんが弟子になったって話をちらっと聞いたんですけれども、さあ弟子が親方に下克上。はい、では見ていきましょう。あ、どうぞ大丈夫です。さあ 1P 領事 S ホンダ、 2P ベンダ、 X ホンダ。さあ親方と弟子で 1P が弟子、 2P が親方。さあ頭突きの応酬。さあ弱頭突きと何かが相打ちからの削って、頭突き頭突き、さあ結構強気に出しますね。さあさすがに出しすぎた、弱頭突きでここは反撃していく。さあ大頭突きは移動距離が非常に長いんですが、その代わり弱頭突きに負けてしまうので、さあしっかり対空している。引きつけて無敵な、無敵が長い弱頭突きで基本あの頭突きに対しては対応していくと。さあしかしとっさのやっぱ移動が早いので、とっさの飛びとかあの通常技食った時に不意に刺さるので、一応大頭突きが必要となると。さあこんな感じで、さあ対応ミスを誘いつつ体力リードから弱頭突き、伸ばした手に弱か今日どっちか分かんないですけど当たりましたね。さあファイナルラウンド、いきなり熱いですね。相撲取り大頭突き、大頭突き、フェイントマジェス。さあここはガード、ガード、頭突き。さあ弟子がかなり強くいきます。弟子の方が基本的には、さあ親方、おお、めくりあたりからフライングボディープレスから、ここは無難に削る。ホンダは、え、ホンダは駒投げないんで。さあ張り手の速さ対決、ジョジョじゃないんだから。さあ体力リードは両次ホンダ。相打ち、しかし悪くない相打ち。鬼無双、しかし2段目当たる。そしてさあ、あ最後は百裂一発を通したベンダホンダがまず1勝。親方強いですね。やっぱ親方歩いてくると怖いですね。もう僕ら親方言いたいだけで遊んでる。親方言いたいだけ。さあ開幕、さあ両次ホンダは頭突きが当たる。さあ百裂張り手、弟子の張り手、おお、ここで着地に入れ込んでいた。上からケツ、さあ頭突き出ないが体力は大幅リード。親方の優しさなのか、ここは百裂で削る。弟子は何が何でも取りに行きたい。2回、さあ頭突き相打ち、しかしこれは残ってるか、残ってません。さあこれでベンダホンダが1本取ってリーチ。さあ一発土はつけたい。着頭突き、いいヘリ。百裂はリバーサル百貫で返していく。体力リードはこれどっちもつかない、どちらとも言えないですが、あ難しいですね。ここで両次ホンダリードからの弱頭突き、よく見ている。大頭突き、大頭突き、中頭突き、地味に緩急をつけていく。大頭突き相打ち、さあリーチ、これでよく見ていた。弱頭突き対空、惑わされずに一点集中、しっかりよく見ていた両次ホンダ。これで 1-1 まだあります。さあしかしベンダホンダ依然リーチ。さあ飛んでしまった、まず弱頭突き、親方の容赦ない、飛んではダメという。さあもう1回厳しい相打ち、しかし体力リードはベンダホンダ。うわっと釣られてしまった。うわっと最後は弱頭突き、勝ったのはベンダホンダ。仕上がりは抜群といったところですね。はい、じゃあ A ブロックベンダホンダが1位抜け、2位抜けは両次ホンダとなります。はい、じゃあ B ブロックいきましょう。今日僕お休みです。手首痛すぎてなかなかつらい。はい、じゃあそういうことで、じゃあ B ブロックが、ガム対バゴンピースでお願いいたします。じゃあ席決めだけ先にしててください。
アイデアは 1P、はい、バゴン P スガイル 2P が、P スガイルにしましょう。バゴンガイルはちょっとさすがにあの5回4まで組んで P スガイルにします。はい、で 2P が、ガム DJ、 さあスーラー、さあ似たような2人なんですけれどもコンセプトはかなり違う。エアスラッシャーとソニックだけですね、見てるの。あとは全くのベースキャラです。さあ最初はため技があれな、あのため飛び道具系キャラで割と似たような目で見られてたこの2キャラですが、全然違うキャラです。飛び通して、さあこの間合いは中継一発でリード、最後はジャンプ中継2通す。まずはバーゴンピースガイルが一本選手、さあなんでこの名前になったかは置いといて、さあバゴンのかけらが70個集まると復活するみたいな、なんかそういうネタです。何かの何のソシャゲやって感じですけれども、まあ、これはほっといてください。さあジャクしゃがみ大パン、しっかりリフトアッパーで相打ち、あっと裏剣出していった。さあこれで体力リードガイル、ソバット、最後はしっかり様、お手本のようなガイルです。まず1勝したのは、バーゴンピースガイル。さあ2試合目開幕、マシンガッパー。さあしゃがみ台系、しゃがみ台パン、ジャンプ台系すら通して、さあしゃがみ中継からの次の技をさあ切って体力右にしていくソニック、最後はダイソニック。さあまず1本取ったのはワンピーバゴンピースガイル、これでリーチ、歩いて投げテクニカルですね。さあこれは化けたか、スラッシャーがたまに斜めを入ると化ける場合がある、あれはたまに起きる現象的な感じですね。斜め上だとどっち優先かちょっとわかんないですけど、多分化けてますね。さあ差し返していったからのソニックタイク、さあこのソニック砲台が強い、さすがバーゴンピース。リフトアッパーで相打ち取りつつ体力ミリ、これはきつい。さあ基本はあー手堅い、しゃがみ中継で、着地硬直を勝って勝ったのはバーゴンピース。じゃあガムさん連戦でユッキーさんとガムさんお願いします。はい、ではお願いします。さあユッキーソーク対ガム DJ、 今年からですね、今年から、バルログから、ソークをメインにするということで、さあ1月2月大会連覇してます。で2月は、あ3月が僕みたいな感じです。3月はリベンジしました。ただし手首行きましたユッキーさんを倒すにはそれほどのものが必要だった。さあ刻んで上通してもう1回ダイパンが暴れ潰しの形になって、さっと当たらないぞ。さあ残り一発圏内だがどうする、うおっとして、うおっあーっと入り組んだところに最後は体力リードしていた DJ が有利。これでまず一本選手歩く、そして DJ じゃない、ホークは地味にこの図体で歩くのが速い、かなり速い方ですね歩くの。歩いて2回転持ってない、おいや1回転そんなこともできちゃう。さあ高め打点でしたが、しゃがみガードなのでここは刻んで、さあ無難に削っていく、
溜めが完成されてないときは結構通常で返すのは難しいが、溜め溜まっていたからのめくり、よく回した、ピンポイントで回しました。と取り返した雪ホエソーク。さあこの飛び道具打った瞬間のコンドロダイブが地味に大変。さあしっかり上見ている、上だけは通さないぞという意思を感じる。おお、ジャンプシュート上りよく見ている。さあ3発目当たらなかったので、ここはセットプレーにあえていかず、もう1回立ち回り戻す。3発目がなぜか当たらない。さあ通して、さあどうする、これは詐欺ってなかった。しかし3発目が当たらない。最後はもう最初から3発にすればええねんと、3発当て諦めましたねなんか3発当たんないなと。しかしまず1本取ったのは 2P ガム DJ。 中当てて台で運んでめくり中継とか、そんな感じです。さあまずソバット、そしてまあ S ホーク的には早めにもう台風でループさせたいところですが、さあ来た、まず1回、さあこれが強い。しゃがみ技は結構引っかかりづらい。ジャックナイフは、ジャックナイフってあの下ため上のあの無敵技は基本足払い系がどうしても枯れないので、ここだけは弱点。さあまず1本取ったのは 1P ユッキー S ホーク。さあ目の前落ち、これはやってしまったか。結構こういうああいった感じのミスが結構致命的なものにつながってしまう流れがある。このゲームは非常にシビア。さあそれを皮切りに体力リードから、さあ立ち回り、フォークは1回通せばワンチャンあるんですが、さあ着地にここは逆タクを仕掛けていった、まあ、体力的に負けてるんでここは勝負にいったが残念ながら通らず。さあリーチ、今度はしっかり3発あってめくり、しゃがみ中継でゲーダンを崩す。さあ当たってからのお見合いからしっかり上を見ている。さあ3発目をしっかり通して、ここはめくりに行かずに画面の位置をスペースを確保することを調整。スラタイク、さあこれはきつい逆タク、最後はこれも通らずしゃがみ台系でフィニッシュということで、ガム DJ が 2-0 ストレートで勝利。さあガムさんはワンチャンありますね。得失点差これでプラマイゼロです。はい、じゃあバゴンピース対ユッキエソク。さあこれサウなんか千年戦争的な流れになりそうで怖いですね。さあここまで全試合 2-0 ストレート、 1-1 になった時点でガムさんの予選落ちが確定してしまうか。あーでもそれはないか。バゴンピースさんが勝てば、終わり、ユッキーさんが勝てば 2-0 で勝てばリセット、 2-1 で勝つと以下略、ガムさんごめんなさい的な感じになります。 2-0 でまあユッキーさんが勝てばというところですね。さあ予選最後プラマイゼロですが、この試合さあユッキーさんが負けちゃうと予選落ちになっちゃうので、ここは踏ん張りたいところだが、さあ最後はここはガードされていた。ユッキーさんもこれ結構危ないブロック いっちゃいましたねため技ためキャラのところに飛び込んでいったサンダーホークみたいな。これはまあ苦渋もありますが仕方がない。でそして動きは悪くないですよね、ユッキーさん動き悪くないんですけれども、先ほどはやはりガムさん あの徹底して上を通さないというあの立ち回りが非常に素晴らしかったのがあり、さあ残念ながらかなわずと。そしてこの試合もまずは、バゴンピースが勝利。あ、数字がごめんなさい、リセットになってなかったかな。
すみません、バーゴンピースが1ですね。今現状の数字がバーゴンピースが1でユッキーさんが0です。さあ追い詰められたユッキーへ即ジャンプ台 P ヒットストップで、今踏むタイミングでしたがヒットストップで今助かりましたね。ヒットストップで全部一瞬止まるんで、さあ来た。さあしかしなかなか、さあこれは踏んでしまう。しかし体力リードはまだ S ホーク側にある。足払い対空。さあここは削る。さあ水ジャンが難しい。上り台系で返す。さあ足払い対空や、さあ空対空、サマーソルト、3つの対空を使い分けて、さあ的を絞らせないバーゴンピースがいる。さあこれでリーチ。さあまあよく見ている。さあ通ったぞ。さあ間合い外、あの位置からのボタンは台風の間合い外なので、まあ、ワンチャン今サマー誘ったかったですが、よく見ていた、強く見ている。上だけは通さないと。さあ空対空、そして投げ前から即離脱。サマーよく見ている。これはきつい。しかし通せばワンチャン差し返して、よく見ている。勝ったのはバーゴンピースということで、B ブロック決着です。1抜けバーゴンピース、2抜けが MDJ となります。はい、じゃあ決勝トーナメント参りましょう。決勝トーナメントも2先でやっていきます。で、私が指示した通りから試合順組んでいきますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ最初の試合、ガムさんと、ガム対、ベンダさんで、各ブロックの1位抜けと2位抜けが当たる形で、最初はベンダホンダ対、ガム DJ からやっていきます。次の試合が、両ジエホンダ対バゴンピース。はい、決勝トーナメント同じく2作となりますのでよろしくお願いします。2試合先制です。はい、では決勝トーナメント 1P ベンダ X ホンダ対する 2P がガム XDJ。 さあ1週間後に控えた 5on5、 さあうちでやるわけじゃないですよね。他店様ですけれども、さあ半分ぐらい出る、確か出場するはずこの店確か。しゃがみ中継大会は渋い、渋いタックで効く。しゃがみ中 P 非常にいい勝負でしたが、まずは制した T ガム DJ。 開幕歩く、やはり相撲取りは歩くの大事。さあ歩いてガードというかなり、まあ、飛び道具ないキャラに求められる本当に大変な茨の道ですが、やんなってはいけない。さあ通ったぞ。しかしこれは俵投げ、中継投げで運んで足払い、持続が当たる。中継置きが入って、体力リードは、さあよく見ていた。しかし4段全段ガード、炸裂、足払い置き、エアスラッシャーの、手前に置く形で5台系置いていきました。さあ組んでしまった、地味に痛い。これですね、X、 このゲームは本当に地味なところがシビア、一発のミスが死につながる。しかし立て直せるか、スラガードは間に合う。相打ちからの一番上はよく見ている、しっかり3発当て。まずはガム DJ が1試合先週。最終的にホンダはあれですね、やっぱ飛び道具持ってるキャラに絶対にどっかで向き合わないといけない。今も昔も飛び道具持ってるキャラにはかなり大変と。さあ開幕一気に体力を6割取っていった。さあ空中調整しつつ頭突き、
頭突き、しかしこれはちょっと差のエアスラッシャーが勝つ形で、さあ客観、しかしジャンプ着フィード落とす、地味にああいうの重要ですね、本当触らせない、着裂、さあ引っかかった、お2無双ためが完成していなかった、ここは相手のミスは見逃さない、ジャッピーが攻めた大いちょうで吸っていく、まず1本取ったのはベンダホンダ、着裂、先制取ったのはホンダ、しかし飛び道具踏んでしまう、ケツ、ああ一番惜しい当たり方、しかし最速投げ暴れ音がなんとか通って九死に一生を得た DJ、 さあ頭突き、しゃがみ中継、姿勢が低いので地味に対空になる、さあこれでガム DJ リーチ、さあ追い詰められたのはベンダホンダ、あー見よった、しゃがみ台 B からこのさあ何も出なかった、あるぞ、あっどうしていくか、おー行く行く行ったー、さあなんとか取り返したベンダホンダ、親方の意地が炸裂、死ぬ間際が強い、ジャッキャラなめんなとは言ってませんけど、さあそんな心の叫びが聞こえてきそう、飛び道具が何本のもんじゃい、さあここは素直に投げるからの、さあここは読み合い、うっとジャッピー、さあそしてヤスラッシャーで打っていったか、冷静に体で返しましたね、しかもスラ、組んでいけなかった、大いちょうですかね、今多分投げ、しかも投げ前外で吸えなかったという感じで、しゃがみ中 P が当たった単発あたりと、多分そんな感じでしょう、さあ飛びに100列引っかかって、うわー歩いた、さあここはあまり潰しにいった、これで1-1、さあマッチポイント、両者マッチポイント、決勝に上がるかどっちだ、マザーガム DJ リード、先ほどはゼロドットの絶望的な状態から逆転を見せていった、ジャック、さあ近寄ってしまえばですが、その近寄るが非常に大変、一旦距離を取ってスペースをうまく使う、はい入って頭突き、さあ多分ガムさんもあれ精神的に穏やかじゃないですよね、間違いなく、さあうわ冷静すぎる、あ大慶最後の最後でガム DJ 勝利、ガムさん勝利で、ガムさんが決勝進出決定です。はい、じゃあ次の試合が、ベンダ対、バー、あ、じゃあかった、リョウジ対バーゴンピースです、失礼いたしました、はい、では準決勝第2試合目、字幕がちょっと反映されてある見ないか申し訳ない、はい、さあ、リョウジ対バゴンピース、さあバゴンピースが勝てばバゴンピースゲット、70個集めれば完全に身内ネタです、申し訳ない、さあまず1本取ったのは 2P バゴンピース、やっぱり強いですね、さあそして親方はすでにいない、あとは弟子の俺が頑張ろうと、リョウジ・ホンダがガイルに挑む、さあ似たような感じ、飛び道具ための、キャラなんで
さあこれも本田がつらい。しっかりサマーよく見ている。さあ近づくまでが非常に重要。さあ飛び道具がきつい。しゃがみ中ピー置きからしかし飛んでいったがーサーマーで切られる。まずは 2P バゴンピースが一勝。これはきついですね。さあ今日は最終的に飛び道具キャラでの決勝になるのか、それともそこに割って入るか。さあ2試合目、さあ踏んでしまう。本当ホンダは弱飛び道具垂直ジャンプでかわすのが本当に難しい。特に S ホンダは難しい。さあ飛び越したが、その後に何かつながればいいんですが、なかなかこのキャラつらい。客観で抜けるもしゃがみ中継が置いてある。対空ジャクソニック飛び道具、さあジャンプ中継持続当たるがしゃがみ中継置きが刺さって、さあこれで 2P バゴンピースがリーチ。さあこの X の対戦は余計なことをしたら死ぬとやってる人ほど徹底する。かっこいいことしたいけどそんなことをしたらワンチャン通される。それそのぐらいシビアなゲームです。さあジャクソンに置きつつ最後はダワンソルト、隙がないということで勝ったのはバゴンピース。はい、じゃあ決勝戦です。バゴンピース対ガム DJ。 さあ2人のベンダボヤ、あのベンダゴヤベンダベアか、ベンダベアの、 あの両力士2人はあの準決勝で惜しくも散りました。ちょっともうちょっと見たかった感もあるんですけれども、やはり飛び道具はつらい。親方ともどもこれは対策がいかりゃくという感じですね。あそれは全国のどこの何部屋でもねつらいですから、ね、伝説の横綱でも絶対にこ の、 あの飛び道具持ってるキャラ絶対つらいんで、まあ、もう永遠の課題です。誰々だからならいけるとか誰々部屋ならいけるとかするんじゃないんですよ。さあということで、まあ、本田のうんちこいといて、さあ決勝戦4月の大会はこの2人に優勝が絞られます。 1P ガム DJ、 2P バゴンピース。さあためキャラ同士での対戦となる。さあスラ通して、さあしかし最後はリフトアッパーでしっかり相打ち。まず1本取ったのは 2P バゴンピース。バゴンピース強いですね。バゴンさん、バゴンのかけらと思います。まだ一本も取られてない。バゴンのかけらが強い。ドラクエ2みたいですよね。本当何々のかけらとか、月のかけらみたい。何個集めるとあのアイテムになりますみたいな。もう完全にそうですね。みんな待ってる。バゴンの復活を待っている。まあ、あの神様復活するか邪神が復活するかその辺はもう置いといて、さあここはガム DJ が取っていった。完全にもうネタ話ですね。もう身内の バゴンネタでもう完全に盛り上がって、試合内容が実況されていない決勝戦なのに。さあ1-1からの、さあみんな大好きバゴン、お前を待っているぞと。さあ相打ち2回から体力リードはガイル、結構すごい当たり方しましたね。さあ相打ちが3回続いて、さあしかし生きている、ちょっと危ないよ。さああるかあるかあるか、うお投げた、最速投げ。まず1本取ったのは 1P ガム DJ。 さあさあさあ、やはりバゴンピース、バゴンピース強いですけどね、強いんですよ、強いんですけど、やはり今日ガム DJ が仕上がっている。ガムさんもかけるも出るのか、出ない出ない人がここまで出る出ないよね。皆さんあのいろいろ仕事とかありますから、ね、皆さん言うてもあのもう年配の方なんで仕事がかみ合わない人が
世の中10連休とか言ってますけどね、人によってはもう10連休何それ美味しいのっていう、そういう世界です。僕も休みはほとんどありません。さあそんなことはどうでもいい。さあまず1本取ったのはガブ DJ、 しかしバーゴンピースが堅実な動きに動きをシフトしたかというところ。さあ上通して、さあ下げてなかった、上通してさない、最後はスラのスラに対して、ジャクソニーですかね。さあまず1本取ったのは 2P バーゴンピース。 X なのにたまに実況が追いつかなくなる。さあ差し返し、しかしこれはガード間に合う。さあしっかり後消しは許ダメですよと裏剣で押し置きしていく。結構でも難しいんですよね、あれためキャラ同士で裏剣で押し置きするのは。さあ一発投げて緩急をつけて、さあ中継サマート、ここはしっかり取り返していった 2P バゴンピース。さあバゴンのピースかけらゲットまで以下略。さあダブルマッチポイント、どっちが勝っても優勝、熱い。さあファイナル、今日の優勝はガイルか DJ か。歩いて投げる、しかも差し返しの形になってますね、しっかりスラ見てました。あれタイミング間違えるとスラ思いっきり当たりますから、ね、さあいやらしいですね。さあソバットとスラ相打ち、中継でしゃがみ中継で着地こちょこ狩る、手堅い。さあこうなると体力リードされている、負けている側がどうしても動かないといけないので、こうなるとちょっときつい。さあそして X は地味に時間経つのが早いんで、さああるか、さあ扱ってからの、おっあるか弱、あっとうっと相打ち、熱い勝負でしたが、まず1本目バゴンピースが取っていく。さあリーチ、バゴンピースリーチ、適当につけた名前がまさか ここまで個人的に盛り上がるとは。さあ投げていく、さあこれはかなり手堅い、上通すきっつい、ずらして中継台形強すぎる。ということで本日の4月のスーパースリートファイターズ月例大会優勝バゴンピースです、おめでとうございます。すげえ名前の人が優勝しちゃったよ。はい、バゴンピース、みんなバゴンを待っている。ということで、本日はバゴンピースさん優勝です、おめでとうございます。はい、じゃあ、5日のファイブオンに向けてね、練習の方皆さん頑張ってください。要望ありましたらもう1台一応増やしますが、とりあえず2台で今やりますんで、もし対戦台増大の、希望の方はあのスタッフの方までお願いいたします。大会は、こちらで終了となります。ご参加誠にありがとうございました。
はい、設定戻し終わりましたんでね、じゃあゆっくり遊んでいってください、このまま配信あと垂れ流しで、真ん中今大会やってた台がね、垂れ流しで配信となりますんで、ぜひ動き見たい、チェックしたい人はね、真ん中の台でやるといい、いい感じになりますんで、よろしくお願いします。
香港。